い、どうも、ありがとうございます。お願いします。はい、ということで、本日は、越谷シリナさんに、来させていただいているのですが、まあ、僕一人で、出てるということで、みんなの、グローブ紹介をさせていただこうと思います。みんなのね、使ってるグローブと、そのこだわりポイントというか、まあ、思い出、だったりを聞いていこうかなというふうに思います。はい、じゃあ、それではやっていきまーす。はい、じゃあ、元気よく、お名前をお願いします。しゅんたです。しゅんたくん。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ使ってるグローブドンと出していただいて、はい、来たー。これは水のプロ。水のプロです。おー、いきなり来たね、水のプロ。じゃあちょっとこのグローブの思い入れだったりこだわりあったらお願いします。入店した時に、はい、なんかいろいろ何モデルとかがあって、その中で自分の好きな選手がいて、その選手をモデルにされたものって聞かれて、はいはい、坂本選手だね。はいはいすぐ分かっちゃった。じゃあ坂本選手のように、華麗な選手になれるように頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ元気よくお名前お願いします。古澤祐樹です。はい、お願いします。ゆっくりグローブ前に出していただいて、はい、来た。これはローリングス。おー、すげーな、これ。これはローリングスのなんてモデルですか？ウィザードです。ですだよね。すごいね、レッドオレンジで、かっこいいグローブだと思うんですけども、このグローブのこだわりとか、思い入れとかお願いします。誕生日プレゼントに親で買ってもらって、はい、おー、これにした理由はまずローリングスが好きだからこれにしたのと、色がかっこいいから、まあ、これにしようかなって、まあ、レッドオレンジで、はい、これここでも使えるカラーなんでね、はい、今ね、ピッチャー頑張ってここでも、そのグローブ最初のうちは使ってピッチャーできるように、はい、お父さんお母さんに感謝してやっていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ元気よくお名前お願いします。町田瑛太です。瑛太くん、はい、よろしくお願いします。じゃあ使ってるグローブを前に出していただいて、おっ、ドナイヤの、これは、山田哲人選手モデルのちっちゃい方か。はい。おー、どうして、このグローブにしたんですか？あのこだわりとか、思い入れとかお願いします。こだわりは、手がちっちゃくて、うん、大きいやつだと入らなくて、はいはい、ちっちゃいやつしか入らないので、ちっちゃい小型用にしました。そうですね、山田選手モデルも多分4と7があって、多分4のちっちゃい方、はい、かなりコンパクトだと思うんですけども、多分操作性もいいと思うので、ぜひぜひね、あの山田選手のトリプルスリーをね、目指せるような選手になってください。はい、引き続き頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、お名前をお願いします。小西慎太郎です。慎太郎くん、よろしくお願いします。いします。はい、じゃあ使ってるところ前に出していただいて、おっと、これも、水のプロの外野仕様。はい、外野、自分が外野転向した時に、うん、友達にもらったので、友達の思いも詰まってます。おー、もらったの、水のプロ。はい、すげえな、その友達もすげえな。これもともと多分レッドオレンジなのかな、はい、なんだろう、多分ちょっと色落ちちゃった。レッドオレンジか、濃い赤系の色か、どっちかかな。はい、なるほどです。じゃあね、友達の思いも背負って、はい、頑張ってプレーして、明日の試合勝つように、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よいしょ。お名前は元気な声でお願いします。和田龍之介です。龍之介くん、はい、はい、お願いします。じゃあ使ってるグループ前に出していただいて、おっ、ハイゴールド。これが思い入れとかこだわりとかってありますか？最初水野だったんですけど、はいはい、ハイゴールドとかがあんまいないんで、このグローブにしました、うん、まあ、かぶりたくないっていうところなのかな自主性に近いのかな、はい、ハイゴールドってあのすごくね、ツヤが出る、グローブで、今見てもすごいツヤが出ているので、お手入れもしっかりされてるなって感じますのでね、ちゃんとお手入れしてって、グローブと向き合っていいプレーをたくさんしていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前を元気な声でお願いします。峰崎小太郎です。小太郎くん、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ前にグローブ出していただいて、おっと、これルイスビルスラッカー TPX ってなんだっけ、ルイスビルスラッカーじゃなかった？はい、そうですだよね。はい、おお、もっと中学生でルイスビルスラッカー使ってる人初めて見たかもしれない。すごいね、アメリカチックだよね。ここにTPX って刺繍が入ってるんですよね。これもちょっとグローブのこだわりとか、思い入れとかお願いします。お父さんとグローブ買いに行った時に、このグローブなんかかっこいいなって思って買いました。それをかっこいいと思う、渋さね。いいね、渋かっこいいね。お父さんと買いに行った思い出の思い出のあるグローブだと思いますので、そのグローブで、かっこいいプレーたくさん見せていってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、お名前大きな声でお願いします。前田優吾です。優吾くん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ前にグローブ出していただいて、これはグローバルエリートの坂本選手モデルかな、多分。そうです。おー、あのこのグローブのこだわりとか思い入れとかがあればお願いします。小学生の頃は
この黄色系のグローブを買ったんですけど、うんうん、まあ中学生になって、まあ黒いやつを買ってみたいなと思って、それでこれを選びました。まあ黒いグローブってね、すごく馴染みもいいので、多分自分の手にすごい合いやすいと思うので、ぜひぜひ自分の手の一部としてプレイしていってもらえると嬉しいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。おーおーおー、すごいな、逆なんだよね、そしてはい、じゃあ、お名前を元気な声でお願いします。2年生の杉田京介です。京介くん、はい、はい、じゃあグローブもうちょっと前に出してもらうかな。これはナックスですね。おー、ちょっとこのグローブの、こだわりとか思い入れとかを聞いてるんですが、お願いします。このグローブは大宮のベースマンに行って一目惚れして買いました。自分の心にビビッときたのかな。はい、じゃあぜひね、その一目惚れで、買ったグローブ大事にして、はい、いいプレーたくさん続けていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ、お名前を元気な声でお願いします。2年の宮崎雄大です。雄大くん、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ前に、グローブ出していただいて OK。 Z のこれ今宮選手モデルかな、はい、おー、あ、ウェルダーラベルじゃん、 SE か。で、このグローブのこだわりとか思い入れをお願いします。強い打球の時は少し深いところで取って、うん、基本的なゴロはここ浅いところで、中指下とか薬指下とかで、はい、ポケットがちょっと、じゃあこっちです。はい、じゃあポケットが2個あるんでね、上下と、薬指中指下の方で。なるほど、その2箇所、すごいね、2箇所作れるなんて器用に取り分けられる、技術をね、より活かしてプレイしていってください。はい、はい、ありがとうございます、はい。はい、じゃあ元気な声でお名前お願いします。2年の高橋いつきです。いつきくん、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあグローブ前に出していただいて、おお、スラッカーですね、これは。はい、これ品番なんだ、 AR4 だ、 AR4 っていう品番のやつなんですけど、おーっと、いいね。このグローブこだわりとか、思い入れとかをお願いします。大宮のベースマン行った時に店員さんに おすすめしてもらったグラブをはめて一番しっくりきたから選びました。おー、やっぱね、フィーリングって大事だもんね。一番手にしっかりときた、じゃあそのね、手に合ったグローブで、たくさんいいプレー続けていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ元気な声でお名前をお願いします。1年の中丸大志です。大志くんね、はい、お願いします。じゃあ前にグローブ出していただいて、お、これはこれはもう出たばっかりのメーカーじゃないですか。ジェニューイン、つまり俺の滑舌が悪いだけだった。じゃあちょっとこのグローブにした、今理由だったり思い入れだったり、今回もしあればちょっと言ってもらいたいなと。このグローブにしたのは、いろいろグローブ見てて、で、はめていったりした時に一番しっくりきたグローブがこれだったかな。まあ、元プロの方が監修されてるグローブなんで、僕もはめたことあるんですけど、いいグローブなんで、そのグローブを使ってバシバシボールさばいていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、 OK、 じゃあ行こう。I'm not afraid to die.